ウーアルカイシは1989年の64天安門事件学生指導者で中華人民共和国の民主活動家ウイッグル族ウイグル語名はエルケシュでレッド日本でも中国語式にウーアルカイシと呼ぶことが多いが言音尊重でウルケシと表記する場合もあるウーアルカイシの表記も報道などではよく用いられている高級幹部の指定で 北京主犯大学に学んでいたが、北京大学の王丹那と共に1989年の学生運動で指導者となり、当時の中華人民共和国の理法首相とも面会した。学生運動指導者の中では恩恵派である。同年6月4日の64天安門事件の学生デモが武力で鎮圧された後、いち早く香港に逃れ、フランスに亡命した。日本のテレビ番組で、 シバレーと共に中華人民共和国の武力鎮圧を非難していた映像があった。その後、アメリカのハーバード大学で学業を終え、中華民国に移住、大中市に今日定めた。テレビのアンカーマンや政治評論家として活躍し、2004年の中華民国立法委員選挙にも出馬したが、落選した。現在は当時の学生運動指導者が、 中華人民共和国に帰国できるよう呼びかけている。事件から20年の節目を迎えた2009年6月4日には出頭するために台湾からマカオ経由で中華人民共和国に入国しようとして拒否され送還を通告された。2010年6月4日にはウーアル開始と名乗る男性が東京都港区にある中日中華人民共和国大使館の前で仲間と 共に抗議活動を行い、突然策を乗り越えて、大使館の敷地内に侵入し、その場で、麻布警察署に建造物侵入容疑で、現行犯逮捕されたという事件が起こった。二日後の六日に釈放された。2010年に、ノーベル平和賞を受賞した、民主活動家のリ明ウ・アキラの教え子でもあり、受賞式典に服役中のリウ本人は出席できない。 ため代理出席するのではという推測も流れていたが、実際には空席のまま式典が取り行われた。2014年に台湾でひまわり学生運動が起こると、王丹とともに学生が選挙する立法院を訪れた。2016年アメリカが衆国大統領選挙に出馬した共和党のドナルド・トランプ大統領候補が、 天安門事件の弾圧を肯定するかのような過去の発言を CNN のテレビ討論会で追及を受けて天安門事件を暴動と表現した際にはトランプはアメリカの価値観の敵であるとして王丹、儀系性ら他の民主化運動家と共に抗議を行っている。ありがとうございます。